皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。この動画では魚の排泄物を最大限に生かすためのミネラリゼーションについて解説していきます。消化作用の仕組みをまだ理解してない方は消化作用の動画を概要欄に貼っておきますので、先にそちらを見てからこの動画をご覧ください。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。まず植物の成長に必要な栄養素について、次にミネラリゼーションについて、最後にミネラリゼーションの方法についてです。それではまずミネラリゼーションについて話す前に植物に必要な栄養素について解説します。植物が育つためには17の栄養素が必要となります。そのうち植物の要求量が大きい栄養素を多量必須栄養素といい、要求量が小さい栄養素を微量必須栄養素といいます。この必須栄養素は十分に供給されなければ成長は遅くなり、植物の活力は徐々に減少していきます。しかし過剰になっても植物の成長に障害が現れてしまいます。適切な量が適切な時期に供給されることが大切です。多量必須栄養素には次の9つの元素が含まれています。酸素、水素、炭素、窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄です。このうち酸素、水素、炭素は光合成をする際に空気中の二酸化炭素や根から吸収する水で得ることができます。そのためこの栄養素は通常肥料として与える必要はありません。次に窒素はアクアポニクスの場合、魚から排泄されるアンモニアによって得ることができます。詳しくは消化作用の動画で解説していますので、そちらをご覧ください。続いて微量必須栄養素です。微量必須栄養素は鉄、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン、塩素、ニッケルの8元素から構成されています。ここでは各栄養素の役割については割愛していきます。植物が成長するためにはこのような栄養素が必要だと知っておいてください。ではここからミネラリゼーションについて解説していきます。まず魚は食べた餌の 30-40% を成長に利用します。そして残りの 6-70% は吸収されずに体外に排泄されてしまいます。アクアリウムなどではゴミになるものですね。この排泄物のうち約5割はアンモニアとして排泄されます。アンモニアはそのままでは魚にとって毒性が強く、植物もあまり吸収できない物質です。そこで消化作用を利用しアンモニアを硝酸へと変え、植物に吸収させるのがアクアポニクスです。しかしながら植物は硝酸だけでは成長に必要な栄養素の窒素しか賄うことができません。そこでアンモニア以外の排泄物に含まれたミネラルなど栄養素を微生物によって水中に溶出させることがミネラリゼーションです。ミネラリゼーションがうまく機能して初めてアクアポニクスでは野菜を育てることができるようになります。ミネラリゼーションは従属栄養微生物と呼ばれる有機物を餌にする微生物が排泄物を分解することで野菜の栄養素が水中へと溶出していきます。従属栄養微生物は固形の魚の排泄物、食べられていない魚の餌、枯れた葉っぱ、別の死んだ微生物など様々な有機物を食べます。アクアポニクスではこれらの微生物に利用できる多くの食料源があると言えるでしょう。植物は栄養分を固形のままでは吸収できないため、このミネラリゼーションはアクアポニクスにおいては不可欠です。ミネラリゼーションがうまくできていないと栄養素が不足してしまい、左の写真のように野菜の生育に異常が出てしまいます。栄養素が不足すると追加の肥料が必要になり、生産コストが増えてしまうことになります。アクアポニクスではミネラリゼーションが効率的に行われるような環境を作ることが大事です。では最後に
ミネラリゼーションの方法について解説していきます。まずメディアベッドの場合です。メディアベッドの栽培方法では、重塑系陽微生物はメディアの中で増え、ミネラリゼーションを行っていきます。重塑系陽微生物は常に湿っていて、魚の固形排泄物がたまる場所で自然に増殖していきます。そのためメディアベッドではミネラリゼーションについてあまり考える必要はありません。メディアベッドの栽培方法がシンプルな構造でうまくいくのも、消化作用とミネラリゼーションがメディアの中で同時に行われるからと言えます。続いてメディアを使用しない DWC や NFT の場合についてです。 DWC と NFT はミネラリゼーションを行うためのミネラリゼーションタンクを設置することが一般的です。ミネラリゼーションタンクは物理フィルターで水と分離された固形の排泄物を移し、微生物によって分解させます。微生物によって栄養が溶出した水を再度循環している水に戻すことで、アクアポニックスに必要な栄養素が追加されます。ここで紹介している各フィルターの詳しい役割や構造はまた別の動画で紹介しますので、そちらもご参照ください。では今回の動画のまとめです。1つ目、植物の栄養の多くはミネラリゼーションによって得られます。2つ目、ミネラリゼーションがうまくできていないと追肥が多く必要になります。3つ目、 DWC や NFT の方式ではミネラリゼーションタンクを設けるようにしましょう。これでミネラリゼーションについての解説は終わりです。ミネラリゼーションも消化と並び、アクアポニクスで野菜を育てるために重要な仕組みです。よく覚えておくようにしましょう。今回の動画に関する質問や動画のリクエストはぜひコメント欄にご記入ください。また今回の動画が参考になった、役に立ったと思ったらいいねをよろしくお願いします。今後もこのチャンネルではアクアポニクスに関する情報やアクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。